行くぞ。馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞秋。さあ、一番人気の紹介です。サイレンス鈴鹿、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はオグリキャップ。さあ、2番人気はこの子、二冠馬娘エアグルーヴ。真っ向勝負に注目だ。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とダイワスカーレット、この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿、安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット。サイレンス鈴鹿、ペースが速い。第2コーナーを抜け、向こう正面に入った。さあ、花に託したのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。続いてダイワスカーレット、その後山陽バスに開いて AM をグラウンを。さらにオグリキャップ、その後ろにエアグレーブ、9番並んでくる。外からスペシャルウィーク、それを見るようにスーパークリーク。さらにその外からは15番、さらには5か7番、追走。そのうち並んで6番、その後ろに5番、18番、並びかけてきた。さらには4番、その外並んで3番、後方2番手に14番、16番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。分かってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。サイレンス鈴鹿、まだリードをキープしています。続きました、ダイワスカーレット。大ケヤキを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。エアグレーブ、前を狙っているぞ。オグリキャップ、2番手の位置、様子を見守る。さあ、誰が最初に仕掛けるのか。気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿。飛び込んできたエアグレーブ、400を切りました。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。まくって上がってくるエアグレーブ。2番手争いはエアグレーブ。オグリキャップ、100を切った。エアグレーブ、繰り下がる。サイレンス鈴鹿、苦しいけど粘っている。並びかけてきたのはエアグレーブ。サイレンス鈴鹿、3着はオグリキャップ。聞こえるかこの歓声、これが理想というものだ。